の破壊神闇のラジオ編。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編、通称闇ラジ。この番組のパーソナリティダークシナイダー役の谷山紀章ですね。闇のラジオ編、闇以外のあれもあるのって言われてハッとしました。別に光のラジオ編とかがあるわけじゃないです。確かに闇のラジオ編ね、だけでやらせてもらってます12月21日ですよ。もう年の瀬もいいところなんですけれどもね、うちの一番下の弟の誕生日が今日だし、元渋垣隊のもっくんも今日が誕生日だったはずなはずです。もっくんさんは昭和40年生まれの12月21日なんで57歳。もっくんももう57だ。10個上だから、うちの弟は41になるんだ。だから静かの1個下だわ。うん、ということでバカボンのパパと同い年になるということでございます。12月21日で、まあ、今週末クリスマスがあって、イブが土曜日で、本ちゃん本丸が日曜日ということで、これはまさに聖夜、久々の聖夜になるんじゃないかなと。なんじゃあんたねシャンパンだよね。シャンパンシャンパン、そうそうそうシュワー泡がね、シュワワワワーってね本当も好き放題皆さんやっていただきたいな、ここぞとばかりに。そして悲しいお別れがその後に待っているからねまあいいです。今週末の土日が、どうせ君たちね、リア充たちのピークなんで本当俺らヒリアはですね、これ聞いてる、時点であなたリスナーのことを僕はヒリアだと決めつけますけれども、勝手に仲間だと思いますけれどもね、嘲笑ってやりますよ。いいのはもう今週末だけなんで、そこからもあともう一気に下降戦なんで、だいたい物事ってすぐに決まってますから、いい時と悪い時っていうのはね、なるべくこうないでいたいなという、僕は思うわけでございますけれども特に予定ない人はね、そうそう、外でも絶対虚しいんで、俺さすが差し物一人で、最近昨日も俺一人焼肉してきましたから、学大で。いや本当に一人で飲みに行くの好きなんですよ。一人焼肉、昨日タンと上タンとハラミをね、ウーロンハイで流し込んできましたけど、それが楽しいのよ、好きなの。うん、なんだけど差し物俺もこの日は一人で飲みには行きません多分本当にメンタルやられちゃうんでジングルベイジングルベイ言ってますからね、やつらはなんで本当おすすめしないんで、うちでね、ネットフリックスでね、おとなしく1話から24話までマスタードもっぺん見てみてください。ここぞとばかりに俺ね、ポケモンやろうと思ってます俺生まれて初めてポケモン買ったんだよ。世代じゃないから、静かとかってちょっと世代かな、分かんないけど、俺ら昭和50年って違うの、ドラクエないの。ポケモンってちょっと外してて、で今までやったことなかった。でもいよいよスイッチでほら、あのスカーレットとバイオレットと出て、俺バイオレットの方買ったんだけど、ちょっとずつ今やり始めてます。まあ以上ですって感じなんですけど、もう最後までねいければ、もうハマりきればいいんだろうけど、はい、頑張ってます。さてこの番組はアニメバスタード暗黒の破壊神の魅力を伝え、全ラジオ界の支配者になるための番組、バスタードファンの皆さんと一緒に盛り上げていきたいと思います。リスナーのあなたもメールや SNS で参加してください。ツイッターの方はすべて小文字、ハッシュタグバスタードアンダーバーレイディオをつけてつぶやいてください。一緒に伝説を作っていきましょう。さあ、時期的にはワールドカップ、そうですね、FIFA ワールドカップカタール2022も決勝戦を迎えたということですが、まあ何かそう、今あの現時点11月22日1ヶ月のタイムラグがあるわけでございまして、昨日僕見たんですけどもね、 NHK でイングランド対イランおよびウェールズ対アメリカ、ウェールズ対アメリカまで朝早かったんで見れなかったけど、結果だけ見ました。ガレス・ベイル選手が、ワールドカップ初の得点を入れたということですね。僕ベイル選手大好きなんです。1989年生まれかな、だから33歳になるんだけど、まだまだあのキャリアのピークで、スポーツ選手の寿命は伸びてますから、33歳って言ったらまだ全然バリバリ動けるわけです。でそもそもフィジカルを売りにしてるそのガレス・ベイル選手は僕若い頃から好きで、見れなかったですが、ベイルのワールドカップ初ゴールはとても嬉しかった、そしてイングランドはとても強かったということで、甲子園の時はバッチリ外しちゃったんですけど、現時点11月22日なんで、優勝国を予想してみたいと思いますね、難しい今のところだって情報俺イングランドしかないから、6-2で勝ったんですよイランに。でも本番でどっかこう勝負弱い、こけてしまう、どっかでつまずくだろうとみんなが予想してる中のイングランド、まあ、大体あんま我が日本のグループからね出すのも嫌だが、ドイツだとかスペインだとかっていうのもあるけど、俺イングランドにしとこうかな優勝予想。ブラジルとかねでもしそうな気するけど、
でダークホース僕セネガルだと思ってるんですよね。 アフリカチャンピオン。すいませんねちょっと静さん待たせしてますけど、分かった、イングランドにしておきます。優勝国予想が当たってるか外れてるか配信日を楽しみにしていたいと思います。当たったら谷山貴章ワールドカップの優勝国を的中と SNS で褒めたたえてください。ワンチャンス的にはありそうな気はする。イングランド、はい、バランスが良かったです。そして年内最後となる今回の配信ですが、先週に引き続きあの方を待たせております。この後すぐのご登場です。お楽しみに。アニメを見てからラジオを聞くもよし、ラジオを聞いてからアニメを見るもよし、それぞれのスタイルでお楽しみください。それでは始めよう。メイス、この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りするぜ。バスタード暗黒の破壊神、闇のラジオ編。ここからはゲストと一緒にお送りしていきたいです。前回に引き続きこの方、はい、海半役伊藤静香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすぐクリスマスですってよ、はい、そうですね。どうすんだ、仕事しよう入れろ入れろマネージャー、マネージャー仕事バンバン入れてこい。クリスマス毎年気遣って開けてんじゃねえ開けてくれんのそうだよ、うん、本当にね、まあそれなりにねお酒飲みたいと思いますけれども。そうですね、はい、はい、それ終わったらもうあっという間年末年始じゃない、うん、そうね、静香って、うん、実家がこっちなんだって。そう、そもそも TOKIO なんだ。 TOKIO なのでシティガールじゃん。そうなんですよ、だから別にあの実家帰るとかもないし。え、どこ区出身、何区。大田区。おまあ大田区っつっても広いけどね。大田区のあんまり治安の良くないあたりあそっか、うん、はあそうっすか、蒲田より。あ、そうそうそう、近いね。6号とか細かくやっていかないで元のうちバレちゃうから増式とか何か細かくやっていかないで、まあ、まあいいや、ごめんなさい。でも好きなのよ、うん、俺大田区。今結構近くに住んでるから。あ、そうなのか。だからそうなのよ、割と好きでまあ行くんですが、うんうんうん、あでもいいですね。まあでもそう年末年始ね、うん、俺は山口県っていう、うん、まああの日本で五大都市に入るあの山口県。おあのねあの山口県、ね、超有名なねそうですね、東名阪、北海道、うん、まあ、山口って言われてますけどまあそこの出なんで、あ、なるほど、帰ろうかな。毎年帰ってるんだ。毎年帰ってる、そう、1年に1回はね。まあ、親御さん嬉しいわね、はい、うち親家にいるからさらしいね、うん、どうやららしいね。そうなのよ、うん、だからね帰るとこもないし。あとおせち作るの。おせちは買った、うん、買った、うん、あ、もう買った。おいしいやつ、ああのふるさと納税でね買ったっていうのかな返礼品でね、はい、ふるさと納税何県にしてんの。いろんなとこ、あのおせちは北海道のにしたけど、うん、でうまいからな現金なやつだぜそう、でもなんか今まで、関係したことがある、なんかロケで行ったことがあるとかさ、なんか知り合いがいるとかそういうとこになるべくしてる、うん、待って、話まあずれるんだけどさ、うん、47都道府県あんじゃん日本って、うんうん、行ってない県ってある。あるよ。あるよね、うん、もうほとんど行ってないよほとんど行ってないほとんど行ってない。行ってない県でここ行きたいって県ある、うん。私ね四国行ってみたいんだよね。四国をバイクで巡りたい。あ、いいね。一個もないの四国は。ない、一個もない。一個もないのよあれね。でも四国って、うん、四国の県同士って、うん、全然交流ないんだって。つまり鉄道がほとんどないから、で山だから、うん、実はだから香川と愛媛とか、うんうん、高知と徳島とかってその県同士の交流がないんですね、これも四国の人がよく言うんだけど、一応全県ツアーとかで行ったことあるんだけど、うんうん、それぞれ魅力は、愛媛は愛媛でやっぱ松山が良かったり、うん、路面電車が走ってたりとか、うん、高知もなんかすごくカツオのイメージも強いし、うん、僕海が聞こえるっていうね、うん、あのジブリのアニメが好きで、はいはいはい、あれの聖地がいわゆる高知なんですけど、うん、やっぱあの辺の景色好きだしとか、香川は香川で確かにうどんだからとかね、うん、徳島もいいとこだったしってなるんだけど、うん、もうそれぞれがつながりがないし、ところが、あ、だからバイクだとすごくいいかもしれない、うん、もうあの交通網は鉄道じゃなくてもほとんどロケバスで移動したもん俺ら。ああ、そうなんだ。愛媛から次香川だったかな、うんうん、そこまで1時間2時間ぐらいかけてだったから、うんうんうん、ですごく景色もいいはずだから。そう、いいなんか切れそうと思って、なんかまとまっ、もう仕事がなくなってまとまって休みができるようになったら、いいなそれな、そう、行きたいなと思って、俺
俺あそこ行ってみたい、行ってない県ねだいぶ少なくなってきた、うん、あでも九州行ってない、なんだ俺まだ。あそうなんだ。鹿児島行ったことないね。あそうなんだ、うん、なんか意外な感じ。以外はあと宮崎なかったかな。宮崎と鹿児島がないんだよな。僕山口だから福岡とか、うんうんうん、大分とか長崎は、うん、なんかやれ修学旅行とかで行ったことある。熊本もあった、熊本ツアーで行ったかな、うんうん、だけどうんそうなんだよね。あと山形県も山、まあ、いいや、そういう話はいいかいきなりね本質からずれるまあ皆さんも素敵な年末年始をお過ごしいただきたいと思うわけでございますけれども、はい、前回は、うん、静香のね、うん、海藩という役、はい、キャラクターについてちょっとお話を伺ったの、はい、今回ストーリーを、はい、振り返っていきたい。まずストーリー的にはあのね、うん、静かも言ったけど、7話で回が出てくると、うんうん、いうことでございました、はい。まあ、バトルシーンではやっぱ技を叫んだりもするんだけど、そう私ね技叫ぶのすごい好きで。あ本当すごい好きなんだけど、うん、今まであんまりなかったのよ。あんまイメージないね。確かそう、うん、だからすごい嬉しかった気持ちいいよね技叫ぶの。気持ちいい。あれはさ、うん、自分の気持ちいいトーンっていうか、まあ、言ってみると自分の整理で叫べるもんね、うん、そうそうそうなの。もうしっかりこう、うん、やられた時のうわーとかじゃないから、うん、じゃない。そうなのよ、うん、決めていきたい しっかりと。そうそうそう、かっこよく強そうにやりたいし。そうだったんだね。めっちゃ楽しかった。何個ぐらい技叫んだっけ。何個ぐらい叫んだかな。何妖撃百裂山、百裂山3つ4つぐらいは、3つぐらい叫んだかな。あ呪文も確かそうか、呪文もちょっと嬉しかったよねよだれを吹くなよお前今よだれを吹いたやないかお前はそうそうなのよ好きなのそうなんだね。なんか、うん、もうアニメ好きなのよ、うんうんうん、だからそういうなんていうの実写でやるとちょっと見ててなんかうさんくさいなって思っちゃうとこがあるんだけど、アニメだとだよ、ね、そうなんかすごく自然にやって、うん、もう私も受け入れられるから、うん、なんかすごく楽しかったな。楽しみ。そうなの。やっぱアニメといえば技叫ぶっていうね、うんうん、そう技叫びたいよ ね。20年やってきて本当にあんまりやってこなかったから、なんか技叫びそうで叫ばない。あ、うん、でも非常にこういい叫びだったと思うけどね。本当嬉しいです。いいよ。叫べる人はいいよね。叫べる人叫べない人って結構いるからな。なんかさでも叫ぶときに、うん、今は大丈夫だけど一時期うまく叫べなくて、うん、叫んでると腰がつる。どこでなんか変な体勢使ってんだろう、うん、なんだろうね。うまく叫べなくて腰がなんかこのピキンってなっちゃうときがあった。そう、うん、今大丈夫。今は全然平気なんだけど、うん、体がじゃあそういう風にちゃんとしっかりしてきたんだよね、うん、ちゃんと使い方が分かってきたんだと思う、うん。なるほど。そうあったけど、一番最初だからダークシュナイダーのそれこそ炎の剣による攻撃を受けて鎧が破壊されて女性であることがバレたシーンなんていうのは、あれはどうだったんですか静香さん的には。なんだろう、もうキャッって感じキャッて言ってるにゃーっていやもうそもそもなんでそこまでバレないんだろうってもうしょうがない思ってたよ。それはもうアニメの嘘だそうそう漫画の嘘だよ。そうなんだけどなんか、うん、だから、ま、その貝の殻が外れたのは別にそこではないけど、その先のちょっと、うん、そうでしたっけ、ね、エッチな、うん、エッチなね、そうエッチなことされる結局エッチだとこだけど、うん、なんか一つうん、パージして、パージして心もちょっとパージしてそうだ、ね、っていうとこではあったかな。印象的なシーンって、うん、まあトータルつまり結構もうこれも広い質問だけど、とりわけまあ自分のキャラもそうだしそうじゃなくても、どこだろう。どうなんでしょうね。でもなんかね、うん、その、まあ、今の話の続きみたいになっちゃうけど、うん、ダークシュナイデンちょっとエッチなことをされるシーン、うん、あれ7話ですよね。7話のそのシーン、うん、早速されちゃう。そう早速されてあっという間に陥落するあっという間に陥落したシーンをなんかその回の抗いたい気持ちと、うん、快楽に抗えない気持ちと恥ずかしさとみたいなのを込めてやるのがすごく楽しくて、うん、楽しかったお前はエロいの本当によ、うん、すごく楽しくやって、うん、で翌週か翌々週ぐらいに、うん、小沢アリちゃんと新ハリの小沢アリちゃんと、うん、エレベーター一緒になった時に、うんうんうん、これさ前の週の、うん、前の週とか前の前の週とかの白箱を DVD に入れて、うん、私たち見せてくれてたんですよね、はい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 、リハブイと一緒に。そうだね、でそれを、うん聞いたアリちゃんがエレベーターの中で、うんうん、いや静香さんの喘ぎすごく勉強になりましたかわいい
小沢くん可愛いよなんかねちょっとそういう方だもんね、うん、小沢さんってね。そうなの。それでなんか自分はダークシュナイダーにシーンが、うん、まあなんかちょめちょめされた時に、ね、うん、なんかなんだろう、あんまり色っぽくなかったってすごくその時反省してて、それでいいんだよ。そう、それでいいんだけど、うん、じゃまたね、うん、違うジャンルだと思うから、そう、うん、それでいいんだけど、なんかすごい勉強になって私また頑張ろうって思いましたみたいなことを。静香やったじゃんいやそれこそだよ、それこそ本当妙理に尽きるってやつよ俺らの。いや本当に後輩から、うん、やってでもそのシーンかと思っていや必要だ、重要なんだよ、あの濡れ場っつうかさ絶対それね、あくまでもこうなんか下世話なもんとして、うん、まあまあ、まあ、確かに下世話ではあるんだけどでも下品ではないからね、結局、まあ、品としては、ね、うん、一つのあれも芸ですからね、うん、本当に。そう、それすごく嬉しかったし、うん、なんかもう面白い、そのあのエレベーターに一緒に乗ってた、うん、誰だったかしょうがない男性スタッフさんだったかな、うん、他の男性の役者さんだったかな、うん、その人もすごい乗ってきて、いやめっちゃよかったですって言われて女の人に言われるのと男の人に言われるのはなんかちょっと違うなって思ったそんなことがありました。いいですね、いいエピソードですねなるほど、まあ、何にしてもやっぱ一つこの作品自体の醍醐味の一部ですから、ね、うん、やっぱこの濡れ場とかエッチシーンっていうのはもうバスタードの、うん、ねえ、一つの看板みたいなところがあるから、ね、やっぱそれがアニメになった時に、うん、女性陣がその濡れ場、うん、エッチシーンをどれだけ頑張れるかっていうのはやっぱある種双肩にかかってる部分がある、うん、やっぱ静香とかまあもう本当安定の伊藤印っていうとあれだけどそれはもうスタッフは安心して任せてただろうなと思うねプロデューサーがね、ツルピーがツルピーがすごい今もうどんどん入ってくんだけど耳の方で俺らのいやすごかった安定感あるやんね、ということでございます、はい、そんな印象、はい、こう全部24話まで見てくださった方は分かると思いますが、うん、最終2話ですね、でつまり23、うんうん、24は、はい、アニメオリジナルの展開で実はうん、コミックス原作にはない展開、うんうんうん、つまりこのカイハーンとシーンハリーの再登場っていうのがあったということなんですね。これは原作にはなかったということだったんですが、伊藤さんその辺どう。私実は原作になかったことを、うん、知らなかったね、うん、以上ですじゃあいいです、はい、いやでもなんかなんて、ま、登場人物がさやっぱり多い分、うん、まあ、そっと辞してるもんな原作、うん、ま、それはだいぶ後になってからこの辺は読んでた、ごめんごめん忘れちゃったけどそう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 、だからやっぱりなんかその少しでも助けになれたりとか、そうだね、少しでも駆けつけてっていうのが、ね、うん、中心になるのがやっぱダークシュナイダーの奮闘劇だから、あとはもう解説になったりね、それこそ安本ちゃんの役もさ、うんうん、結局こう解説要員になっちゃったりせざるを得ないせざるを得ないんだけど、うん、そんな中でもちゃんとその主人公たちを助ける、うん、ありがとうございました、役をできたのは、はい、本当にエロいことしといてよかったです、ね、虜にしといてよかったなっていう、ね、そうですね、虜にしたのがどんどんやってくるからどんどんやってくるから、やっぱ虜にはねできるうちにしとけっていうね、そういうことですね、うちのひいじいちゃんの遺言だったからね。あ、そっか、じゃあ大事にしてるんだよね、核覚醒遺伝でね俺も核覚醒遺伝でエロい男になってしまいましたけどねはい、まあ、そんな中でございます、カイハーンの活躍をご覧になりたいという方は現在ネットフリックスにて第1話から第24話が好評配信中でございます。まだ見てないという方もぜひチェックしてみてください。アニメを見た感想もお待ちしています。バスター暗黒の破壊神闇のラジオ編、普通歌ご紹介していきます、はい、ラジオネームライム、貝は鎧の造形と体の引き締まった感じが好きです、うん、彼女のムッとした表情も可愛いですし、お顔が生まれそうなほど髪の毛がふもふもモフモフしているのも可愛いです。また砕け散れダークシュナイダーデイオーの声の力強さがかっこよすぎて惚れました。実は私はネットフリックス会員ではなく、また一人暮らしの家や家のテレビでは BS が見れません。そのため本編を見ることができず、 A ショー PV やオープニングやエンディング、YouTube の、公式の PV を何度も見ていいなともだえる日々です。もうどうにかなりそうなので、ブルーレイが出たら絶対に買います。そして自分でお金を稼げるようになったら原作単行本も買うつもりです。そうする以上にハマってしまい自分自身驚いています。バスタード出会えて本当に良かったです見てないんだろって見てないの か, のかい。でもそれでもなんかそのちょっとしたものでこんだけ盛り上がってくれるってすごい ね、これものすごくすごいね、膨れ上がった期待が、うんうん、よく我慢できんな、ね、完全にこれはお預け食らっちゃってる、ね、
すごい状態。なるほど。でもここまでね、期待をかけてくれたり、うんうん、ありがとうございます。やっぱ会の人気ですな、うん、ね、嬉しいですね、うん、私もあの会の髪型すごい好き。あ、確かにね、ライオンみたい な, なってる、ね、うん、会のあのープロトタイプのフィギュアの足のね、うんうんうん、感じ好きですよいいです ね, いいね、すごい体もいい、そう、体がいい、分かってる、このフィギュア足フィギュア足の方すごい。続いて海外からメール来ております。ラジオネームアラさん、はい、いけるかな。 Hi My name is Ara or Alice in ENG. I've been a fan of anime since I was 4. もういっか、ちゃんと日本語訳されたものがございます、はい、こんにちは、私の名前はアラことアリスです。14歳の時からアニメが好きで、アニメファンになってからもう9年目になります。このラジオに英語字幕があるのを知ってすごく嬉しく思いました。特に希少さんは私の大好きな声優さんです。アニメとしてのバスタードはもちろん好きなのですが、今回はキャストの方々へ質問をさせてください。アニメが海外にどんどん広がっていることをどう感じていますか？私にとってはポーランドからでもキャストの皆さん、特に希少さんに手紙を書く機会があることがとってもクールです。ポーランドからありがとうございます。ポーランドは、うん、首都はワルシャワだったかな、うん、ちょっとわかんないです。これ試験出るからな。もう試験ないから大丈夫。ポーランドの首都はワルシャワワルシャワ会談で有名なワルシャワです。あ、ポーランドは今回はワールドカップは出てないか。出てないんだ。出てる優勝予想ポーランド。あれ、うっそイングランドって言ってたでしょ。イングランド、ポーランドすごいストライカーが確かいるんだよ。レベドンドンドスキーみたいな、レバンドフスキーだ、そうだ。これワールドクラスのセンターフォワードがいるんですよ。もう世界最高峰のレバンドフスキー選手、ね、僕も好きです。アラちゃんありがとう。14チャイ、はい、うん、アニメが海外にどんどん、うん、まあだからね、ネットフリックスとかそういう、ね、このラジオ英語字幕ついてんの？知らなかった。あ、すごい。じゃあ俺ら の, あのドッカンドッカンピーだとかバーだとかってどう 訳されてるのか、どうしてるんだろう、わからんって。おとろしい。あ、ね、いやでもなんかね、あの、うん、日本のアニメを見たいがために日本語で見たいがために日本語勉強したとかさ、うん、いらっしゃるんだよね。結構いらっしゃるし、うん、なんかね、そういう文化にちょっとでも関わってると思うのは嬉しいなと思う。そうだね、本当にそう思うし、うん、僕はあんまり飛行機が得意じゃないから、行く機会は今後あるか分かんないけど、うん、なんかたまに声優さんがね、海外呼ばれてアニメの、海外で行われるアニメの、うんうんうん、コンベンションとか ね、うん、行ったりとかってするのはさ、うん、すごくいいよね、うん、いいなと思う。僕は一方で歌も歌ったりするもんで、うんうん、うちの同業の人たちの話聞くと、うん、この間ドバイサウジとか、うん、あっちの方の、はあ、もう石油王の王子みたいな人が好きで、はあ、それで世界中から集めて、ね、で歌ってもらうと、はあ、で俺らはまだお声掛け来てないんだけど、うんうん、まあ会っても俺飛行機嫌だからって断りそうだけどで帰ってきて聞いたら桁が一つ違うっつうわけ。ギャラの、ステージギャラの、俺行くね、行くか行くよね、王子石油マネーで、うん、俺行くよって。そっか、すごいな、それ。ちょっとワールドワイドにっていうことで言うと、うんうん、ジャパニメーションっていうんですか、うん、このバスタードもそうですがね、うん、どんどん広がっていくっていうのは喜ばしいことではないでしょうか、うん、とは思います、はい、ポーランド遠いですけどもね、これからもね、アラちゃん応援よろしくお願いします。以上、ふつおたでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。はい、このコーナー、中二病黒歴史審問会。はい、黒歴史と言うべき、はい、傷んだと思ってもらいたくてやっていた中二病な行動、誰しもこのね、身に覚えの一つや二つあることでしょう、ね、それをね、エリスナーの皆さんの、身に覚えのあることを送ってもらうコーナー、うん、まあ、はい、それ黒歴史に該当するかどうかを僕と、うん、静かでジャッジしていきたいと思うんですが、はい、まあ、まずこれリスナーの皆さんに聞いてるんですけど、静かの黒歴史、うん、黒歴史ってさ、意外となんか思い出してみるとないなと思って、12秒みたいな、 すごい一生懸命思い出したの、うん、思い出したら一個スポンって出てきて、うん、言おうよ、もう聞いてくれる、楽になれよ、もう、まあ、なんかもう勇気満々今日これ話に来たようなもんだからいらっしゃい
あのね、中学1年生の時に、中1、あーまあ、痛いね、の時に、クラスで仲の良かった、こう仮名ね、あさこっていう女の子から、女の子ね、そう、お友達から、この漫画面白いよって言って、借りて読んだ漫画があって、それハマっちゃったのね。それが、あの田中博さんのバッドボーイズっていう、広島の暴走族の漫画なんだけど、それがすっごい面白くてハマってて、で一緒に出かける時とかに2人で、なんとかじゃけとか、なんとかじゃのうちはなんとかじゃみたいな感じで、じゃけとかじゃのとかしか言えないんだけど、あとうちっていうだけなんだけどとかをやってて、その今これはもう全然前置きね、あぐらいハマってて、まだ全然、まあ、そのくらいハマってたと、そう、そのぐらいハマってて、で新刊がね出ると、そのあさこが買って読んで、翌日私学校で貸してくれる、それ私は授業中に読むみたいな、そういう感じだったんだけど、その新刊の出た翌日に教室に入ったらあさこが窓際、私廊下から入ってね、窓際のしかも対角線のあたりにいたあさこが、しずか、ヒロが構ったって言ってきたの。でそのヒロが構ったって、構った、そう、構ったって言ってきて、で私はそれに何て反応したかっていうと、嘘、ヒロがなんでっつって朝子のところに駆け寄って漫画もらって、まだ内容知らないから読んで、なんか、つかさは何やってたんだよとか言いながら全部声に出したってこと、そう、全部そのテンションで、まあ、そう、このテンションで、まあ、周りにこうアピるぐらいの感じ、アピってたんだと思う、多分。で、それどういうことかというと、その漫画に出てきたヒロっていうやつが、まあ、おまわりさんに捕まった、捕まったの広島弁が多分かまった、かまったなんだと思うんだけど、かまったの意味も分かんなくて、でもあさこのその必死な感じで言ってきたのを見て、ヒロになんか良くないことが起こった、なんでマジでみたいな、私も必死で香ばしいよ、そうやってなんか小芝居しながら、なんか読んでっていう、そう、周りの人どう思ってたんだろうなみたいな、いや、まあ、いたたまれなかったんじゃないね、なんかあの時はでも多分自分はバッドボーイズの中の住人だと思ってて、あーいたたたはまあまあ正直言うと、まあ、あいたたたの部類だよな、そうなの、そっかそっか、そんなことを割とよくやってたと思う、割とよくやってたエピソードは数あるあまたあるエピソードうちの一つだと、そう、なんかこれだけではなかった、多分それだけじゃないと思う、だ漫画が出るたびにそんな小芝居をやってたなって思ってあいたたた、そう、なんかそんなの結構な濃度だね、そう、静か、それちょっと思い出してないだろうと思ってたけど、やっぱあった、女子結構だな、あんまりなかったな、そういう女子は、そうでしょうね、男子の方が、むしろやりそうだけどな、そう、周りにしかもアピールというか、そう、ダッサ、思い出したらダッサダッサと思って、ジタバタしたくなるよね。あさこさん今元気なの？いや、もう連絡取ってないからちょっと分かんないんだけどでもこれ昨日の夜、なんかないかなと思ってて、ふっと思い出して、もう恥ずかしくて眠れなくなっちゃってもうどうしよう、いやでも話したいみたいな、まあ、そういうことだよね教科書通りの黒歴史、中二病、はい、ありました。誰しも一つは持ってんだなって思った、中二病、夜明け前、はい、中一の頃にねすごいね、はい、そんなことが、まあ、まああるある、みんなこうもうあるのよ、そういうのというやつね、はい、じゃあちょっと早速そのリスナーからもね、これどうですかっての来てるんで紹介していきましょう、はい、ラジオネーム、両面テープスクナ、よく読めたな、これ多分そうだよね、あ、両面スクナだからだ、両面テープスクナさん、1988年にリアルで中学生だったものです。お、同世代じゃん。その頃私はとにかくボーイおよびヒムロックを愛して愛して愛してやみませんでした、特にボーイの真ん中にある丸の部分ですね、空集合、ファイの記号がやたらとかっこよく思えて、机や文具、ノート、教科書をあらゆる場所に書きまくって、誰の影響も受けない、何にも染まらないと主張しているつもりでおりました今思えば痛々しい限りです。そして実はヒムロックに関してはまだ卒業しておりません、まあ、立派な、俺もちょっと恥ずかしいけど昨日、今日シャワー浴びて消えかけたけど、俺未だに岡村ちゃんのハート書くんだよね、ここに自分で見て、まさに中二病、これだから今日またなぞろうと思ってね、なぞろうか、いつもこの岡村ちゃんのハートのやつを俺ここにね、ボールペンで左手の
手の親指と人差し指のひらそう、うん、親指と人差し指のひらのようなところにね、ひらのようなところにこうやって書く癖があって、へえ、そうこうやっていつもなんか本当だ、タトゥー掘れないから僕、うん、痛いのダメじゃんじゃんって言われても、え痛いの嫌いだし飛行機も嫌じゃん、出るもんね、出るじゃん、そうそうボールペンってね、そうなんですよね。なんでこれをね昨日のそうまさにだからこの方の気持ち同世代っていうこともあってよくわかりますけど、ましてやそうだよね、当時僕ら世代って言ったらボーイなんてすごかったしなっていうね、あと布袋さんのギターのあの幾何学模様みたいなのもねあったよね書いてたなんか書いてたな、なんか書いてた書いてたよ確かに、あとなんだろうな、うん、よくねよく怪我もしてないのに顔に絆創膏貼ってたな、痛いな、まあまあ、あなんかブルブルしてきちゃった、ね、いややばい思い出すだけ、もつ行こう、はい、あもつじゃあの静香さんこれ長文ですけども、はい、うん、はい、ラジオネームかなえさんからいただきました、うん、どうもこんにちは、中3です、もう中2だよじゃあじゃあ中2だよ、じゃあ中2だいつも闇ラジ楽しみに勉強のお供に聞いています、勉強のお供に聞けるの、うん、落ちるぞたまに笑ってしまって手が止まってしまいますが、とても楽しくさせていただいてます、うんうん、さて本題に入らせていただきます。私の中二病黒歴史なのですが、遡ること数年前、好きな人の名前を紙に書き、自分の名前は書かずにそれを紙飛行機にして窓から飛ばし、校庭に落ちなければ恋が叶うというある種の恋占いのようなものが我が学校で流行っていて、片思いの人がいた私もそれをしてみることにしました。〇〇くんと名前を書いて紙飛行機にして窓から飛ばしたのですが、その日は運悪く風が強く紙飛行機が煽られて校庭に落ちてしまいました、うん、それだけならまだしも、休み時間にやっていたので校庭で生徒と遊んでいた嫌いな先生に拾われて中を見られてしまったんです。恥ずかしいやら怒りたいやらで感情がぐちゃぐちゃになり、その時一緒にやった友達にはケタケタ笑われる始末でした。当然のように私の恋は叶わず、しかし嫌いな先生には筆跡でバレてしまうという最悪の黒歴史を若いうちから心に刻みました。一生忘れたくないですが、一生味わいたくない私の黒歴史です。かわいそう、もうすごいですね、筆圧がいやものすごい情熱を感じましたよ。あそう、中3で、なでもこういうの小中学生ぐらいってあった、うんね、よくできたエピソード。でもそうだよね、うん、こういうなんかあったな、なんかもう忘れちゃったけど、そういうまじないみたいな、ね、こういうのまじない、なんか思い思われ振り振られみたいな、うん、ニキビができる場所とかもあったけど、うん女子は特にやってただろうね、やってそういう本があったからね、これをやると恋が叶うっていっぱい書いてあるんだけど一個も叶ったことないわ、悩ましいし俺そう当時ね、だから学生時代全然モテなかったはずだから、うん、いやスポーツはできたし、うんうん、足も一番速かったんだけど、うん、決してモテるタイプじゃなかったから、だからそういう風にさ、うん、女子側から、何々くんとの恋叶ったらいいなみたいな、そのまじないの対象になるやつっていいなってずっと思ってた、うん俺多分なって何回か告られたことあるけど、うんうん、あるじゃん、モテてんじゃん、モテてるね、告られたことない人いっぱいいるからね、じゃあ行こう、うん、急に留飲が下がったよ自分で急に上がりきった留飲が急になんか大暴落すいません先生、なんか一人もバタバタしちゃって、うん、男子はさ、男子ってなんか懐かしい響きだな、うん、男子はさ、当時の男子はさ、うん、なんかこう女子たちはそういうの、うん、誰々くんが好きキャッキャみたいになるけど、うん、男子もあるの、やっぱ奥手だよね、男の方がさ、やっぱおバカだから恋愛に関して、で大体同世代、まあいつの世もそうだけど、うん、特にあの学生時代、うん、もっと言うと中学3年間って女子の方が大人なんですよやっぱり、あ確かにそうかも、だからちょっと達観してるっていうか、うん、なんならもう比較して相対的に男子の方がバカだからもう男子ってほんと嫌みたいな、ほんとバカばっかりみたいなんだけどなっちゃうから、なんかキャッキャしてるだけよ、だからあの修学旅行行っても、うん、本当バカなことばっかり男子同士で、うん、どっちが先にね、ゼアメトやったりするわけですよゼアメト大会とかね、中学の 時やらないって言ってるよ、やったやったよやったりするんだけど、するんだそこらおバカなもんだから、うん、でもだからでもやっぱどうしてもさ、うん、あるよ俺だって あるわ、中学の時中2か中3ぐらいの時に、うん、うちの実家の近くまで、実家は山の結構上なんだけど、うん、で友達とかチャリンコで来るわけ何人か、うんうん、で来るで3人ぐらいだったかな、友達で俺と林くんと田中くんで、うん、近くにあのでっかいお墓の、まあ、墓地があるんだけど、うん、まあ結構整備されてて、うん、そこにこう放課後行って、うん、で広いから誰もいないしっつって、うん、そこで全員で好きな
あと何組の何っていう女の名前を叫ぼうぜみたいな。中二とかだったかな、せいぜい。かわいい。なんとかせーのみたいな。純子みたいな。まずっぱい。まずっぱい。今純子ちゃんはね、あのスナックのママやってます、うん、地元で。まあ売れっ子らしいけども、ね、美人さんだったから当時から。テルミーとかね。あるんだね。あった。そういうのはね。いやもう甘酸っぱいよ。甘酸っぱいぞ本当に。恋のまじない。そうね、え静香の初恋はいつだったの？幼稚園の時。まあまあそういうことを聞きたいわけじゃない。そうじゃねえんだよ。ファーストキスは幼稚園の時パパとじゃねえんだよ。ねごめんなんか本当に言いそうで怖えわ。お前は言うな。どこまで言っていいのかわからない。すまなかった。以上12秒黒歴史審問会でした。バスタード暗黒の破壊者闇のラジオ編。はい、お知らせです。まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第24話まで全世界配信中。そして BS11 にて1月10日25時よりテレビ放送が開始予定です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックスは1巻から27巻まで好評発売中です。デジタル版はジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで和単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテインメントより新商品のアーシャスネイのフィギュアが予約受付中です。ダークシュナイダーと新ハリのフィギュアも引き続き予約受付中です。ぜひ合わせてお迎えください。他にもカイヤヨウコなどもフィギュア化企画が進行中。詳細はメディコスエンターテインメントの公式サイトまたは公式ツイッターご確認ください。カイハンのフィギュアの原型も公開中です、はい、ぜひムラムラしてくださいチェックしてください。そして主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイム、エンディングテーマを歌うチエルのブレスレスはデジタルシングルとして好評配信中です。そしてバスタードサウンドトラックも各種配信サイトで配信中です。そしてなんと BS11 さんの放送前日、来年1月9日月曜日にテレビアニメ放送開始記念&新情報発表特番の配信が決定しました。こちらではですね、新情報の発表ありますので、ぜひお楽しみになさっていてください。以上お知らせでした。バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。Aiding me to sleep, are you dreaming of love? バスタード暗黒の破壊神闇のラジオ編。番組ではリスナーのあなたからのお便りを大募集。各コーナーはもちろんアニメの感想、キャストへの質問などたくさんのお便りをお待ちしています。アニメ公式サイトのラジオページにあるお便りフォームからぜひ送ってください。さあ静香さん、はい、2回にわたってご出演いただきました、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったね。いや久々にあの話すのも久々だったので。そうだよね、うん、楽しかったです。現場ではたまに会ったりしてたけどね、うん、なかなかがっつり話すの本当に久々こんだけ喋ったの、うん、楽しいね。そうね、うん、この間なんかの収録の後に、うん、打ち上げ行こうって言って、私行かなかったんだけど、私その後収録だったから。行ったよ行った、うん、なんかね何人か 人でそうそう行ったっていうのを、うん、超うめえうなぎ。あ、そう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 、全員分おごってそんで俺だけ骨刺さったの。それその話聞いて地獄だよ。めっちゃ面白くて昔話にもならねえこんな。いいこと、なんでめっちゃ面白くてその話聞いて、なんかちょうどその後ひかさちゃんと現場また別で一緒だったの。ああそう言ってたの。そう、そんでその後でお茶してたら、なんか気象さんからメールが来ましたとか言ってうなぎの骨が喉に刺さって病院行ったって。いや病院行ったんだけどさ、うん、閉まってたのよ。閉まってたんだ。なんだよつって、歯医者が耳鼻咽喉科かっつって、うんうん、喉の方が刺さったまま、うん、あと3時間ぐらい空いたから俺ケツまで、うん、カラオケで思いっきり歌ってシャウトしたら取れるんじゃないかと思ってやったんだけど、全然どん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 食い込んでいってさ、そうでしょうよ。ただただ痛い状態でケツのお仕事もやって、うん、で打ち返って
もうしょうがない、こうやって鏡見て、鏡見てあの、うん、ライトでね、うん、照らして自分の喉チンピーを、喉、うん、チンコを照らしてこうやって毛抜きも用意してやろうとするんだけど、うん、全然取れなくて、うん、どこにあるか見えたの？いや見えない、だいたい場所わかるんだけど、うん、なんかダメだったんだよ、どんだけやっても、うん、泣き寝入りで寝て起きたら取れてたでその日ずっともう刺さりっぱなしもうだからうなぎうまかったね、楽しかったね、4人でって全部ぶっ飛んだよあの日は、忘れられない。そうそう、うん、なんかそんな可愛いエピソードだなって思ったらその後つらかった、つらかった、もずっと仕事もやんなきゃいけないしカラオケ行かなきゃよかったって、どんどん食い込んでくるんだもん、悪化したんだ、シャウトするたびに食い込んでくるって、まあそんなこともありましたが、はい、増田さん今度もしよかったらうち来てください、はい、本当ね、はい、美味しいお酒いっぱい持って、うん、いちこ、そうそう、まあうちいっぱいあるから、でもお酒自体は全然飲んでんでしょ、相変わらず好きなんですか、大好きですよ、うん、はい、飲みましょう、ちょっと減りましたけど、あ、本当それでも飲んでますんで、わかりました、はい、ということで2週にわたってありがとうございました、はい、ありがとうございました。番組からのお知らせでございます。7月からお届けしてきましたこの番組ですが、なんと次回の配信が最終回で、次回の配信は年明け1月11日で、最終回は1月25日配信予定してます。ゲストには尾崎監督と鶴岡プロデューサーが来てくれます。今までメールを送ったことがなかった人もこの記事ぜひメールを送ってください。これもしかして光のラジオ編始まるんじゃない？誰がやるんだろう、陽子さんとかで、うん、トモリルが楽しそうだな、そっち、はい、そんなわけであと2回ということで、はい、いよいよ満を持して監督とプロデューサーということでございます。はい、はい、まあね、どうぞ最後まで、聞き遂げていただけるといいかなと思います。はい、それではまた次回というか来年お会いしましょう。お相手はダークシナイダー役谷山紀章と海藩役伊藤静香でした。良いお年を。良いお年を。この番組はバスタード制作委員会の提供でお送りしたぞ。Nothing ever made